3. 笑い低下風は、静岡県岩田市出身の落語家。落語芸術協会の真打ち。学生時代、地元である岩田市に、林や金平が訪れ、道端に倒れてる人がいる。身元確認をしようと調べていたら、お尻にあざがあって、あ、あざだと思った瞬間、この倒れてる方が、ぶっとおならをしたんで、ああ、この人あざぶの人だ。という小話を聞き、 ものすごく笑い、そして感動した瞬間が、話し家になりたいと思った動機。高校卒業後、お金を貯めなければと、三重県の伊勢戦国時代村に就職。忍者をやっていたがバック転ができなかったので、先導に降格された。その後一年間働いて上京。八代目古今帝心馬に入門して、前座修行開始。霊霊車馬頭、三遊亭軍武 林や水平と仲が良かった。また、五海道私は、落語家を辞めた後も毎年年賀状をくれた。しかし、入門して4ヶ月で師匠の心ん馬が、高界してしまう。古今亭新長門下に誘われたが断り廃業した。心ざし馬宅を出て坂を降りたところにある八百屋の前で、兄弟子、古今亭新次と泣いたという。 心差しん馬の死後は食を点々とした。などの食を点々とした後、小笠原諸島の父島で、ウミガメの産卵調査を始める。しかし、金欠になったので落語会に復帰する。2002年3月、9代目さん笑い手コーラに入門。入門理由は、師匠に呼ばれたから。しかし、当のコーラは、呼んだ覚えはないと言っている。コーラは、元、 心ん吉が心ん馬文化時代に大きなしくじりをしたので自分のもとにやってきたのかと思い、お礼の電話をした心ん馬夫人に確認をした。ありがとうございます。